受験当日、緊張するわかる、解ける、あと時間はあと10分あ余裕余裕すぎる。緊張はしちゃいましたね。でもなんか周りに同じ学校の人とか同じ塾でなんか顔だけ見たことあるぞみたいな人が結構いたので、まあそんなに、まあ、いつもと同じような感じで、まあ、できたかなと思います。はい。でもなんかお弁当の時が私なんでかわからんのですけど、ちょっと緊張しちゃって、あの私別に小食キャラとかそういうわけじゃないんですけど、あの見てわかる通り、あの母親の弁当がちょっと半分しか食べれなかったんですね。それがちょっと無念です。まあ緊張せずに頑張りたいと思います。おう、受験番号10、20、30、40の人はこちらへ来てください。さっきのセリフとは裏腹に緊張気味の意気棒。面接が終わった。以前からなんか怖い先生が絶対3人のうち1人はいるとかそういうのを聞いてたんですけど、まあ、意外となんか皆さんにこやかにすごい聞いてくださったので、とてもまあ話しやすかったかなとは思います。まあ、もちろん緊張でバクバクでしたけど、であとあの机の椅子の足にですねテニスボールがすんごいついてて、あのそれにちょっと動揺して、あのそいつ入ってから一回こけそうになったんですけど、まあそれも難なくどうにかクリアして、まあ今転がりいるわけなんですけども、まあまあついに迎えた合格発表の日。こうしてイキボーの3年間の努力は実を結んだ。辛い時もありました。でもこうしてやっぱ頑張ってきたからこそこの合格をまあ掴み取れたのかなと思います。まあ、今までこう支えてくれた、まあ、両親とかあとは学校の先生とか先輩とかにも感謝したいなと思います。本当に良かったです。ありがとうございます。ユキボーンの一律ライフはまだまだ終わらない。君たちの入学を心より待っている。